プリドー、ジョン・セルビーは、イギリスの富豪、鳥類学者、植物学者、博物学家である、イギリスのチ鳥リズフなどで知られる、ノーサンバーランド州のアニックに、イギリスの富豪の家系、セルビー家に生まれた。1840年頃に、ビールの屋敷と14000ポンドに相当する土地を、相続することになる、オックスフォード大学のユニバーシティカレッジで学んだ。 自ら集めた標本の絵を描き、初めて実物大で、イギリスの鳥類を手彩色版画で描いた、イギリスの鳥類図譜で知られる。貴族で、博物学者のウィリアム・ジャーディンと博物学の著書に、協力した。1835年のジャーディンの出版した、ナチュラリストライブラリーの鳩や、オウムの巻に寄稿した、動物学植物学雑誌の編集もしばしば行った。セルビーの死後、 セルビーのコレクションは1885年に売却され分散した。アンドリュー・スミスが南アフリカで収集し、セルビーが入手したコレクションはケンブリッジ大学の動物学博物館に保存されている。P ・セルビーは植物の学名で命名者を示す場合にプリドー・ジョン・セルビーを示すのに使われる。ありがとうございます。